はい、ビットコインの価格と歴史を振り返る2020年、今回お届けするのが一応最後になります。2021年はね、また今年が明けてからお伝えすることになると思いますけども、さあこれから価格はどのように変わっていくんでしょうか。2020年の最初のニュースですね。3月12日、価格は64万4430円ということで、かなり値段が落ちました。昨年の終わりが100万飛んで106万4860円だったんで、 40% ぐらいの下落でスタートしたわけなんですけども、さあなんでね、ビットコインこんな価格が落ちちゃったんでしょうか。それはですね、 COVID-19 による金融資産の大暴落からつられて落ちちゃったんですよ。でも皆さんご存知のように、財政出動によりね、暗号資産にお金が集中する時期が来るんですよ。これがね、イレギュラーだったですよね。私は100万円を切ったら仕込み時期になると思っていたんですけども、 COVID-19 というのはね、予測しなかった、さらに予測しなかったのが財政出動です。じゃあ見ていきましょう。2020年の5月11日は値段が急激に伸びて953,969円になりました。この時同時に半減期を迎えて、 12.5 ビットだったものが 6.25 ビットになったわけなんですよ。採掘報酬の3回目の半減期ということで大きなインパクトがありました。そして財政出動が支えから出して、財政出動が、ね、行われるところは行われてっていう形で、2020年の8月20日になりますと、ビットコインの価格は125万7000飛んで68円ということで、100万円を超えて、以降100万円を超えることはもうなくなります。 OK コインが日本でのサービスを開始したという追い風もあってですね、まあ、私がね、ずっと放送していた100万円以内に仕込んでおきましょうっていう人を対象に行った例のね、勉強会でも、多くの方が数百万円の資産をゲットして離脱したと思います。で、2020年の10月21日、割と最近みたいなことになってきましたけども、終値は132万8665円です。ペーパルが仮想通貨の取り扱い開始を発表したということで、まあ実施がその後なんですけどね、ペーパルが入ってきたらね、値段上がると思うでしょ。上がるんですよ。10月21日から2ヶ月後の12月なんですけども、2020年最後のニュースは237万4960円ということで、2017年のビットコインバブルの12月、これに並ぶような価格になってきました。最後のニュースは以上です。ビットコイン価格が2017年末のビットコインバブルの最高値を超える。ビットコイン価格が2017年末のビットコインバブルの最高値を超え、史上最高値をつけましたと。主に COVID-19 による経済停滞から各国の財政出動が原因であると言われています。これはまあ間違いないでしょうね。各国の財政出動により、金持ちっていうのは財政出動されても別に使うものがないんで、じゃあビットコインでも買っとくかって形になったんですよ。ということでビットコインの価格はぐっと押し上げられて、そこにですね、可能性を感じたイーロン・マスク氏ですとかね、その他の大手企業がビットコインに参入して、2021年は500万円から700万円をつけるということになってきます。当然2021年にこれほどのね、大高騰が起きるっていうのは誰も予測してなかったんですけども、ビットコインが知られることによって、やっぱりね、価格の上昇っていうのはもっともっと進むんじゃないかなと思ってます。まあ、ですので今の価格っていうのが420万30万あたりをうろうろしてるんですけども、2021年の年末には500万、そして1000万も見えてくるっていうふうに考えられる方がいるのも無理からぬことかなと思いますよね。ということでね、ビットコイン価格をずっと追っていきましたけども、これからビットコインっていうのは私たちの生活に、必要にね、絡み合ってくるものになると思います。まあ、今のうちに買っとけっていうのをね、今の段階で私はもうすでに言えませんけども、ただね、暗号通貨ってものはブロックチェーン技術ってものが発展するに従って、もっともっとね、いろんな場面で活用の場面を与えられると思いますので、やっぱりこう情報の一つとしては無視できないかなと思います。そしてね、将来子供たちがもしかしたら国語算数理科社会の他にブロックチェーンや暗号資産っていう、そういうふうなね、テクノロジーの時間っていうのも増えるんじゃないかなと思います。この IT テクノロジーっていうのは小学生、中学生の頃からしっかりと身につけておかなければ、私みたいに40を過ぎて知るってことになるとね、もうすでに勉強意欲ない人が、出てきますんで、もう立ち上がれない二極化のね、本当そこの底の方に居続けるってことになっちゃいます。新しいテクノロジーっていうのはそこに乗っていけば、乗りこなせば、必ず今までの私たちのね、ネガティブな面を復職してくれると思うんですよ。その逆転の一手っていうのがこのブロックチェーンとかね、暗号通貨ビットコインに私は込められていると思いますので、その中の筆頭株である第三世代型の暗号通貨カルダノエーダをこれからも最大限にね、応援していこうかなと思います。今月中にカルダノエーダの日本の上場もありますので、大きく値が動くことが期待されておりますが、皆さんはここまで聞いてね、
いかがお感じになったでしょうか。それでは今回も以上でございます。ありがとうございました。